はい、どうも、くつひもです。毎度ご視聴ありがとうございます。そうだね。まず、フィードさんの診断実況。やっていきます。よろしくお願いします。激ムズ。優れた観察眼の持ち主しか解けない間違い探し。よく見てねと。間違い探しか。皆さん、優れた観察眼、お持ちですか？わいはですね、結構、靴ひもさんって細かいことよう気づくよねって言われるんすよ。自覚はないっす。でも、人にそう言われるんすけど、本当にわいが優れた観察眼の持ち主かどうかをこちらで明らかにしていく。よろしくお願いします。こちらの動画から出題します？上の写真と違うところを下の写真から探して、タップしてみてねと。間違いは一つですと。はい。これの上と下か。なるほどね。あ、動画のワンシーンってことかな？うわー、ちょっとなんか画面の都合上上と下で見比べるのにいちいちスクロールしなくちゃいけないからその間に忘れるんですけど。どこだよ、マジで。わかんないんですけど。わかんないんですけど。同じじゃないですか、これ。どこだよ。わかった。このテーブルの奥にあるこの植物。この植物が上のにはあるけど、下のにはないでしょう。どうすればいいの？タップすればいいのかな、これ。合ってんじゃん。今押したよ、俺。押したよ、今。合ってんのにバズにされた。おーい。まあいいや。聞いてない人、次行きましょう。間違いが2つに増えたよ。見つけられるかな？増やすんじゃねえよ、マジで。問題数を増やして。間違ってる箇所2箇所じゃなくて。あ、まずあれじゃん。飾ってある、この写真かイラストかなんか知んない、変な額縁のやつが1個減ってるよな。これと、あとどこ？なくない？同じじゃない？ちょ、違うわ。動画の尺伸ばしたくないんですけど。どこだよ。イライラしますね。ふぅーい。嘘、マジでわかんないんですけど。嘘。どこだよ、マジで。もっとわかりやすくしろよな。待って。当てずっぽうはいかん。ちょっと慎重に右から見ていこう。これさ、よく見たらさ、この、椅子みたいなやつのさ、この足のさ、その観葉植物の隣にある足の前に、なんか下の画像、トイレットペーパーみたいなやつ落ちてる。なんかあるよね、これ。上の画像と若干違うんだ、色味が。なんか白っぽいじゃん、この上の椅子の足の部分がさ。椅子ソファーか。の足の部分が。どうすりゃいいんだ、これ。どこをタップすればいいんだろう。まずこの額縁が1個。そう。あともう1個がソファーの足だな。よし。オッケー。画像確保されてるっていうのは気づいたから、これは実質正解。でいいよな。第3問、間違いは2つ。よく見てね。だから間違いを2つにすな、マジで。はぁ。これ画像を編集して消してんだな、これ。ってことは、あんまりでっかいのは変えられないよね。あれでしょ？どうせ。加工アプリかなんかで、ニキビ消しかなんかでなんか消してんでしょう。ねえ。バレバレなんだぞ、手の内な。
なんて言ったってワイだってな、自分の写真加工しまくってこのチャンネルのアイコンに使ってんだからね、マジで。加工アプリなんかお手のもんなんじゃ。全然わかんないんですけど。全然わかんないんですけど。え？一個もわかんないんですけど。イライラしてきたわ。ヒントちょうだい、ヒント。いや、この花壇の中でなんか花が一本少ないですとかだったらもうほんともう、ほんとにもう、え？こんなことある？え？え？2個間違いがあるのが間違いですみたいな、そんなクソみたいなオチないよね、これ。嘘やろ？あ！このテレビの画面に反射してるソファーが、上の画像は白とオレンジなのに、これは白と、なんか、要するにこれ画像加工で消してるよね。これがまず1個だわ。OK。あともう一個。意地でも見つける俺は。許さない。もう許さん。ここまでやって見つけられませんでしたね。許されへんのや。なんかさっき椅子の足とかっていう、なんかちょっとあれな問題だったから、これもちょっとなんか、その辺注意していかないとな。うわー、わからへんがな、マジで。物が多いんじゃ、物が。おい、動画の尺伸びると容量足んなくて動画の撮影失敗しましたとか出てきたら、この時間パーやないかい。どうしてくれんのじゃい。おい。どこマジで？汗かいてきたんですけどね。うわぁ。なんか嫌になってきたわ。ちょっと端から攻めるか、また当てずっぽにいかんでな。慎重に慎重に。このクッションの反射はもう見た。もうそれはいい。それはいいよ。花、この貝が、謎のアイテム、床、テーブルの上の本、灰皿、ソファーのクッション、クッションな。は？おい、なんやないかい。え？間違いが2個あるのが間違いってそういうオチ？え、そんなことある？え、そんなことないよね。なんか上の画像の方が解像度高いよね、これ画像が。だからちょっと違って見えるんだよな。バズフィードの画像がだって下くすんでますもんね、加工したせいで。待って。やば！ちょっと待って。動画の尺が長すぎてすいません。あと30秒以内に見つけられなかったら、もう、靴紐の負けじゃ。さすがにアップロードのあれ、目をかけちゃうからね。見つけられませんでしたわ、ちょっとダサいぞ。くっそ、10分00までやる。意地でも見つける。意地でも見つける。ふざけんな、マジで。嘘だろ？ちょっと待ってくれよ、あと5秒だよ。うーわー、終わった。
ちょっと動画の尺があの、あれなんで、撮影失敗になるよりはマシなんで、ここはね、潔く負けを認めて、次回リベンジ。ってことで、一個だけ分かったのが、テレビの反射してる、この枕の、なんか一個が加工で消されてるっていう、そういうやつな。そういうやつ。じゃ、これ、はい。え？だから一個合ってんだよ。奥の、ん？奥の植物の歯が増えている。歯？あ、ほんとだ。お見事。これはやられたわ。これ、あと5分探しても多分気づかなかったな、俺。きぃー。だから1問目はこれ合ってるんで、僕。なんか、間違い扱いにされたけど。だから、3分の2が合ってるってことで。ちょっと悔しいっすね。優れた観察が思ってるとは言えないっすね。はい。長くなっちゃって申し訳ありませんでした。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。